急ごう、橘さん。三石くん、いないの？三石くん。めぐるくん、私、鍵を取ってくる。いや、グズグズしている暇はないよ。それよりもっと手っ取り早い方法がある。いくら古いドアでも映画みたいには行かないわ。しのぶ、どうしてここに？話はあと、時間がないんでしょ。部屋に鍵がかかっているのは当たり前。あらかじめこういうのは用意しておくものよ。しのぶ、ありがとう。彼はどこに行ったんだ？なんで？犯人の部屋に隠されているはずじゃなかったの？咲子さんってこの間優奈さんが言ってた。そんなことしてる場合？いいの？このままじゃ今晩中にでも最後の犠牲者が出るわよ。今晩中に最後の犠牲者？それってどういう？さっき私は神崎先輩の部屋に行ってきたの。四大天使見立て殺人の消去法で行けば犯人として浮かび上がってくるのは彼女だから。でも向こうの部屋にも誰もいなかった。だから仕方なくもう一方の昨夜中学出身者である三石くんの部屋にやってきたわけ。ねえ、事件のキーパーソンである二人の昨夜中学卒業生が同時に姿を消すなんてあまりにも不自然だとは思わない？何としても最後の殺人だけは食い止めなくちゃ。でも彼らは一体今どこに？
何かヒントだけでもないのか。ねえ桃井君、神崎先輩の部屋を調べた時の話だけど、パソコンの日記ソフトが立ち上がったままだったわ。イオナさんの日記が？三石君の犯罪をやめさせようと説得している姿だったのかもしれない。だったらイオナさんはもう一度森に三石君を呼んだ。つまり二人は今もそこに。待って、神崎先輩が一連の事件の犯人だとしたら、日記の内容は逆に自分から疑惑の目をそらさせるための偽情報の可能性もあるわ。偽情報？どういうこと？三石君に濡れ衣を着せることで、私たちの考えを混乱させ、わざと森に向かわせたその隙に、特別の場所で最後の犯行を行う。そういう可能性も考えられるでしょう。疑り深いかもね。じゃあ、しのぶさん、あなたは二人がどこにいるっていうの？一連の事件は全て見立て殺人で行われている。そして残るは水の大天使ガブリエルだけ。この学園で水に関係する場所といえばここしかないわ。森に行こう。彼女が誰かを陥れるような人とはどうしても思えない。僕のわがままかもしれないけど、信じたいんだ。
なんだかわからないけど、メグル君急いで。三石君。ああ、これは違うんだ。誤解しないで。僕さ、イオナさんにこの間みたくまた呼び出されて、僕も最後の説得のつもりで彼女に自首を勧めようと来たんだけど、そしたらいきなり逆上されて、僕は必死に抵抗して、でもまだ信じられないわ。こんなおとなしそうな人が連続殺人事件の犯人だったなんて。これは彼女が持っていたものだよ。つかみ合いになった時、スカートのポケットから落ちたんだ。